このチャンネルは W201903 でございます。チャンネル登録してお待ちください。説明欄に関連ビデオなどの URL がありますのでご覧ください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コンピューターグラフィックスの Google Earth Studio で上空から撮影した世界初のネイティブ 4K 解像度360度パノラマ空撮です。コンピューターグラフィックスですが、現実の映像と同じ再現性なので、現実の世界でヘリコプターを飛行して撮影した映像と同じです。 Google Earth Studio のデフォルトの色の再現性は悪いので、カラーグレーディングで修正しています。 Google Earth Studio の仕様で色が汚すぎて、カラーグレーディングを行ってもあまり改善しないエリアがあります。この映像は Google Earth Studio で制作しています。この映像は数年前の現実の世界のグラフィックデータです。Google Earth のグラフィックデータはリアルタイムで更新していないため、現実のリアルタイムの世界とはラグが生じるからです。 Google Earth の仕様です。ですので、ここは現実の世界では高層ビルが建ってるのに映像にはビルがないなどのケースがありますが、以上を考慮してご覧ください。ここは高層ビルが建ってるのに映像にはビルがないなどのご指摘はコメント欄にてコメントしてください。縮小拡大スケールについての説明です。エリアによって縮小拡大スケールを変更したカメラワークで撮影しています。各都市の都心の規模によって変更しています。例えば東京ワイドビューの映像は他のエリアよりも縮小したスケールになっています。これは東京の都市エリアが他の都市より圧倒的に広いためです。そのため東京ワイドビューの映像は他の都市よりビルなどが実際よりも小さく見えます。以上を考慮して単純に見たままのサイズで比較するのではなく、ビルの高さなどを目安に縮小拡大スケールを相対的に考えて都市の比較をしてください。
このチャンネルはタブル201903です。チャンネル登録してお待ちください。今回はここまでです。次回はこの続きです。このビデオは次のパートへ続きます。説明欄にパート1の URL と関連リンクがありますのでご覧ください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございます。また見てね。バイバイ。